あれか、指導寺。もしかしたら。登っていかなきゃいけないのかな。登るとこあんのかな。ていうか、これ登れんのか。怖いな。はい、どうも、ドワイスです。今回も、ブレスオブザワイルドやっていきましょう。ですね。まあ、なんて言います？ ゾーラの里付近に来ました。敵がむちゃくちゃ強くて苦労してます。まあ、とりあえずね。擬態した。高低差があるんだよ。騎士の両手剣。いいね。いいもん持ってんじゃん。リザルフォスの尻尾。オッケー。じゃあ、橋に向かいますか。違う。黒いイノシシがいる。一身の弓って一人称視点になるみたいですね。逃げた。仕方ねえな。おーい。そこの君、ここだ。と。BGM が無駄にかっけえぞ。君だ。君はハイリア人だろ。こっちに来て話を聞いてくれないか。なんだ？ BGM と声が無駄にかっこいいぞ。おお、やっぱりハイリア人なんだな。おっと、失礼。俺はシド、ゾーラ族のプリンスだ。こういうキャラね。君の名はまだ見てないです。リンクです。いきなりそういうネタを突っ込んでくるのは NG。どこ？空手部の先輩がそういう口調だったからさ。そういうことじゃなくて。ハマってるのかな？そっち系のネタ動画に。それほどでも。そう。あるんだ。そうか。俺は、お前の口調の方が気になる。ずっと探していたのね。ていうか、身長高いな。今更だけど。水の神獣バルッタによる大雨で存続の危機に見舞われてる。この雨、神獣の力なんだ。いいよ。いや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 。気が早いぜ。崖は濡れて登れないが、ここをまっすぐ道に沿って進めば、里に着くと。なんか、立ってるけど、あの灯籠みたいなやつ？そうだよね。電気を使う魔物にも苦戦するかもしれないが？何？エレキ薬。電気のしびれに強くなる。帯電効果レベル2。そうなんだ。電気への抵抗力を上げる薬だ。そうなんだ。了解。無駄にかっこいいな。無駄にかっこいいという言葉がこんなに似合うキャラも珍しいと思うんだ。とりあえずゾーラの里行ってみますか。というか、電気を使うっていうことは、あれじゃない？金属製武器はダメってことじゃない？兵士の盾はこう見えて木製だからいいとして、
これぐらいか。でも穂先が鉄って書いてあるからな。まあ純木製じゃなきゃダメってことはないだろうけど。じゃあとりあえずこれでいきますか。リザルフォスも泳いでるしな、オクタいるしな。リザルフォスいるしな。まあ一応気を紛らわせる意味でも。あ、でもこれ、うん、これでいいんだよ。これでいいんだって。さて、じゃあサクッとやっていきましょうか。これでいいんだって。よいしょ。さて、まあ不意打ちができるんだったらこの調子でいいとして、さっきのオクタはもうちょい先か。ああ岩が持てる。なんかアドバンテージになるんだろうか。な、気づかれた。早いんだもんなあいつ弾速。うい、な、ワンダメージ食らったけど倒したからオッケー。さて電気を使うやつがいるって言ったな。あいつか？違うな、絶対違うな。ほっ、外した。外した。って右に避けないとダメですね。さて、弓か。旅人の剣はありがたい。軽く触れる剣がないとちょっと厳しい感じがする。焼きリンゴとかもう全部食い尽くしたよね、確か。厳しいなぁ、本当に。なんか知らないですけど、料理で結構成功しまして、前回パートでも若干見たかとは思いますけど、ハートが11個とか12個とか、そういう回復量になっちゃったので、あんまり使いたくないんですよね、この辺のやつ。あと無駄にいい効果つけちゃったりね。だから普通に回復できることのなんといいことかって話。来るかよ。ほっ。うわっ、やりおる。遠距離だとそう来るか。ほっ、オッケー。ただこいつはそんなに強くないな。この先ゾーラの里ね。今のところ電気を使うやつっていうのはまだ現れてないけど、この先にいるってことだよね。また奥田か。結構遠距離で飛ばしてくんな。またかよ。いってぇ、直撃じゃねえか。今のところ忍び焼き魚ぐらいか。普通に回復できるのは。いった、先読みしやがる。あ、昔ながらの倒し方ができたぞ。まあそういうことだったらいいや。来いよ、来いよ。さて、何回も言ってますけど電気を使うやつがまだ現れてないんだが、それは
あ、どうした？ああ、うん。今更かよ。はいはい。まあ確かにここに来る途中、魔物はたくさんいたけど、ちょっとこの先が怖いところですね。てか随分登るな。一応寒さゲージ的には大丈夫そうですけど。うん。おお。なんかいるか上に。あ、トンボ。ひんやり山。うん、暑さに耐性を持てる薬になると。あいつはこっち向いてるから多分ダメだな。強いてやるとするならば。丸型の方がいいかな。まあ12ダメージでも結構なもんですからね。というか敵絵が見えないからうろうろしてるね。こっから行けるか？オッケー。あいつ動かねえな。はい、オッケー。さあどうする？あと一撃だぞ、どうする？おお、なるほど、そういう手段があるか。はい、さようなら。さて、じゃあ登りますか。で、道順としてはこっちか。あーなんか、あーなんか、あーなんかあーこんなとこにもいるし、うー怖え。ほっ、よし、兵士の両手剣補充完了はいいんだけど、イノシシか。おう、好戦的だね。ちょっとできるだけ戦闘は避けていきたいとこなんだよな。見つかるかなこれ。というか俺道間違えてるわけじゃないよね。この後山脈を越えて、遠いなぁ。まあなんとかするしかないんでしょうけど。それこそ馬でも連れてこれたらいいんだが、ここが一応道なわけだね。なんか岩ロックいそう。変える。岩持ったとこでな。ヘイ。うん。また川の中か。いやどうも。あ、そう。うん。
あなたサポート的なことは何もしてくれないよね。灯台っていうか、まあ明かりはそっちに立ってるけど、多分こっちが順路だよね。なんだあいつは。あいつがさっき王子が言ってた電気使うやつ。倒せるな。ちょっと遠距離から丁寧に処理していきましょうか。で、思ったより近いから多分丁寧に処理していけば大丈夫。エレキースってそんなやつなんだ。たくさんいる。弓矢は怖え。これちょっと怖いな。あ、なんかバチバチいってる。これちょっとプロモーション映像で見た覚えがあるぞ。多分金属製の武器を持った状態だと、あの一定時間ごとに雷が落ちてくるはずです。なので、怖え。オッケー。ハンマーは持ってないか。仕方ないね。ちょっとこれらを壊すのは今ではない。あっちか。こっから飛んでいけるか。高さ的にどうだ。いけるかな。おっ、よし、リザルフォス回避。そうだろ。なんでこんな罠が張り巡らされてるかな。あ、ここは雷鳴ってないからいいのかな。とりあえず次出会ったやつに両手剣をぶん投げる。止まった。完全に足止めじゃねえか。え、どうすんのこれ。あったあったあった。雨で滑るんだって。押せるかなこれ。押せないか。ビタロックでも使わないとダメだな。まあ多分バレてんだろ。来いよ。来たらいいさ。ほっ、いっか、これでとどめ。リザルスピア。おお、いいね。まあ両手武器しかないのは逆に不安ではあるけど、何もないよりマシ。結構強固な防具を、防具じゃねえや、強固な防御を張り巡らされてね、張り巡らせてる。兵士の槍いっか、この調子だったら。これは何、コログのうちは。金属製の箱があるけど、いいや、ちょっとこの先拾えるようにこの辺に投げておくか。どうせ消えるんだろうけどな。リザルスピアね。じゃあゾーラの槍で。一応誰もいないか。いるか。2対1は辛い。3対1は辛い。
あ、それブーメランじゃない。いって、なんかめんどくせえやつがいる。はい、リザルブーメラン。おお、これ強いな。旅人の剣を捨てるか。さて、さっきの雷を飛ばしてきたやつは普通のリザルフォスしかいないように見えるけどな。一瞬の弓ってもしかして結構範囲でかいのか。あ、リザルフォスって雷飛ばせるのもしかしてっていう話ではないか。ちょっと遠距離からセコク行こうか。やべ、早いね。お、違う。お、うん。強化リザルブーメラン。まあでもあれですね、ちゃんとこの辺にあった武器が手に入り始めてますね。強化リザルシールド22とか、使い捨てで22はすごく強い気がする。んー、じゃあまあ今装備してる兵士の盾は捨てちゃっていいか。で、スカイフル氏の兵士の盾にしてリザルブーメランにすると。これはまた新しい扉か。うん、まあちゃんと拾ってるよね。向こうにも一人いるんだな、これが。いいね。水の中にいると食らうパターンね。よくあるパターンなのに忘れていたよ。さて、これは厳しいぞ。向かってくるか。今静かさアップしてるから、俺やっぱ隠密だな、時代は。さよなら、リザルボー。うん、なんか弓で捨てるやつあった。あー、一心の弓は一応欲しいかな。威力は弱いけど、遠距離からヘッドショット狙えるのはありがたい。というかこっちか。遠いな。こっちで合ってるよね。じゃなかったらここの高いとこ登っちゃってここまでショートカットするのもありか。橋の上になんかいそうで怖いけど。あ、でも登れないのか。雨降ってるから。まあ、やれるだけやってみよう。坂を歩くだけだったら滑りませんからね。そんな高いとこまで行けないか。
こっから見えてるのがこの橋かな？あれ、じゃあこれ、上まで登らないと、ダメか。じゃあ結局、順路通りに進むしかないみたいですね。残念残念。ちょっと時間確認させてくださいね。どうすっかな。この橋渡り切ったらでいいですかね。ラルート大橋。何も起こるなよ。何も起こらなそうですね。よかった。何も起こらないのはいいこと。何も起こらないのはいいことです。おお、どっから？あ、下か。よく声届くな。ああ、遠いな。ん？何？嘘でしょ。嘘でしょ。こんなところでこんな奴と戦いたくなかったよ。よし。攻めていけ。というか落ちろ、そのまま。そのまま落ちろ。そのまま落ちろ。あとは攻める。はあ、モリブリンバットはいいや。よし。じゃあかなり激戦続きですけど、今回はここまでとさせていただきます。次回こそ多分ゾーラの里たどり着けるかなと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。失礼します。